はい、今ですね、タイのメイホーソンにいます。メイホーソン、タイ北部の、山あいの町、盆地に、ね、面した、町なんですけど、ビルマとの国境に近い、町でございます。で本日2015年平成27年の、10月の19日日曜日なんですけどね、今メイホーソンの町、湖の方が向こうにあるんですけど、そこから歩いてます。日本食屋さんがあるって言ったんでね、津波というところちょっと今探してるんですけどね、こんなまあちっちゃい町でも日本食屋さんあるんですね。バンコクだと日本人経営の日本食屋さんっていっぱいあるんですけどね、もしくはチェンマイなんかも最近多いんですけど、メイホーソンってほんとちっちゃい町なんですけどね、ちょっとどんな感じか見てみたいと思います。津波というレストランなんですけどね、なんか現地人経営っぽいな感じがします。これはなんだ、これもレストランか、誰も人いないけど、なんか良さげな感じです。